去年連載から50年を迎えた漫画裸足のゲン。誕生のきっかけは原爆に対する怒りでした。原爆というものに復讐してやろうと、このまま黙っていていいもんか、絶対に怒りの声を出さなくちゃいけないんじゃないか。被爆者中澤啓治さん、生涯にわたって原爆の恐ろしさを伝える姿を一番近くで見てきた妻美沙代さん、ゲンと歩んだ半世紀を振り返ります。お母さんが死んだ時はその原爆に対しての怒り、それはもうすごくありましたね。新幹線の中でね、何にも喋らないでじっと考え込んでるんですよ、ね。今だから話せる啓治さんとの出会い、素顔、この写真なんか見たこと、そして51年目を迎えたゲンに託した思いとは。1973年週刊少年ジャンプで連載が始まった漫画裸足のゲン。被爆から27年、当時まだ被爆者に対する差別や偏見が多く残る中、ゲンは一歩を踏み出しました。原爆っていうのは皆さん敬遠するんですよね。身内に何かあるんじゃないかとかね、そういうこともあるじゃないですか、偏見でね。だからちょっと心配だったんだけど。漫画家中澤啓治さん、6歳の時に広島で被爆、家族を失った自らの体験をもとに裸足のゲンを描きました。スタートした頃は非常に読者の反応はみんな戦争と原爆の実態を僕書いたら、あの通りですか、あれは嘘じゃないですかという答えが後で出てくる。戦中戦後の広島をたくましく生き抜く姿を描いたゲンは海外にも広がり、今もなお広島の悲劇を伝え続けています。日本人の手で戦争責任の問題が解決してるか、日本人の手で原爆問題が解決してるか、もうこれは黙っていたんじゃダメだと。埼玉県所沢市、妻美沙代さんが一人で生活している自宅に啓治さんが晩年を過ごしたアトリエがあります。どうぞ。ここが仕事場なんですけど、原を書くにあたり参考にしていたという資料も大切に保管されていました。大気の投資だから自信があるんだけど、それにも徹底的にね資料を調べないといけないっていうんで、もう神田のね神保町行って、なかなかね見つからないんですよね、自分が思うような資料がね。14年間原を執筆してきた啓治さん、美沙代さんもアシスタントを務め一緒に原を書いてきました。昔風の言葉使ってるから、ちょっとそれひどいんじゃないのって言ってんです。で我らとかね、今使わないじゃないですか。で当時の言葉使うから、ちょっとこれ言葉が悪いから直したらって言ったらね、何言ってんの、当時はねみんなこういう言葉を使ってるんだって。だから広島弁の丸出しですよね。連載は1週間に20ページ。締め切りに追われる中、その作業は毎日深夜にまで及んでいたといいます。
あのネームの時はもう夜中の間に、その間に大体ネームが振っちゃうんですけどね。絵の場合はあのラジオをつけてね、であの絵を描きます。漫画に替え歌がありますよね、いろんないっぱい。そうなんを描く時にあの笑いながらね描くんですよね。やはり呉市出身の美佐代さんが刑事さんと出会ったのは広島で開かれた食事会でした。平和とか友達から誘われてね、あの東京の人が来てるんだけど、あの明日帰るからビアガーデンでね飲まないかという誘いだったんですよね。イメージは明るくて、なんて話が上手なのよね。だから聞いてるとなんて普通の人と違って楽しいんですよね、哲さんね。その後美佐代さんのお礼の手紙をきっかけに文通が始まったといいます。表現っていうかね、こう上手ですね。あの人ね、あの映画はねすごく好きなんですよ。初めから終わりまでドラマの映画のねあらすじをねだーっと教えてくれるんですよ。表情こう手をねこうさせながらね話し方がするんですよ。実にこう頭に浮かんでくるんですよね、話し方がうまくて。2人は結婚。絵を描くこととは無縁だった美佐代さんは漫画の世界に足を踏み入れます。被爆していない美佐代さんがそこで見たのは被爆者の壮絶な苦しみでした。原爆の話は絶対しなかったです、全然しなかった。被爆者は何にも悪いことないのにね、そういう差別のことがある、その耐えられないっていう思いはあったことは言ってましたけどね。被爆者の苦しみっていうのはあの本当になかなか語れないっていうかね、思いがあるんだなと思いましたね。刑事さんが見たあの日の惨状、伝えることは辛いことでもありました。主人の家族構成だからね、やっぱり辛いと言ってましたからね、もう自分の親の絵を描くわけじゃない、父親のペンが止まるんですよ、辛くてね、辛いななんて言ってましたよ、原爆を題材に多くの作品を描いてきた刑事さんですが、代表作原には特別な思いがあったそうです。まあこれが原爆漫画の最後かもわからないって、そういう覚悟でね、だから何言われても俺は責任持つと。でもあの描いてるうちにね、あの、まあ、そういう原爆みたいなね、怖いね漫画描くなとかそういう人がいましたけどね、そうじゃないんだって、でいかに戦争がね原爆が怖いかいうことをね、これは絶対知ら、あの子供たちに知らせなくちゃいけないと。そして原を通じてさまざまな形で戦争の恐ろしさを伝え続けました。どんなことがあっても負けないよと、力いっぱい生きていけよという願いがそこにあるんですよ、この現の舞台。僕は白内障を患い、漫画家を引退してからも全国を駆け巡る日々。白を中心にして周りが青白い輪が燃え狂ったような、で外輪は赤とオレンジを混ぜたようなすごい火の玉がバッと目の中に飛び込んできた。体調の良くない日も多くあったといいます。伝えるときは今しかないって、してもう俺もね長生きできないから伝えだけ伝えようって言うんで、まあ亡くなるね、1ヶ月ぐらい前かな、でソファに座ってからね、もう俺はねもう長くないけどやりたいことをやった、まあ、話の原にね思いを全部もう伝え、つぎ込んだから、言いたいことも言い、書きたいことも書き、もう言うことない、
ったこの裸足の弦をね広めてもらえればいいって、なんかな俺背中っていうのをもっとかけもっとかけてね押されてるような感じがしたんだわって言うんですよ。そうって言ったのね。でその時ね、あんた一番ね今までね楽しかったって何って聞いたんですよ。その時ね、俺はやっぱりな漫画描いてる時が一番幸せだったよって言ったからね、あやっぱりねと思ってね、やっぱり自分の信念をね貫いた人だなと、もうこれが本当の、まあ、漫画家冥利に尽きるという言葉なのかなというようなね思いがねしましたね、うん。どんなことを言われたって戦争だけは反対しろよ。もう僕らは嫌というほど戦争の恐ろしさ、核兵器の恐ろしさ味わってきたわけだから、戦争と核兵器反対は心の底から叫び続けてほしいと思います。そして連載開始から50年となった去年、美佐代さんは弦の思いを胸に広島に滞在していました。主人がこの話の弦を広めてほしいという思いもあるから、その伝言をやはり引き受けなくちゃいけないじゃないですか。多少は多少は従ってるつもり去年の夏、弦を愛する多くの人と出会い、時代の変化にも気づいたといいます。本当に私の弦の時はもう本当にそっとしてくださいっていうような状態だったからね、それがもう皆さん語れるようになったでしょ。だからその随分50年の間にこんなに違ったんだっていう思いですね。まあ、今の時代にちょうど合うじゃないですか。世界で戦争が起きてるし、じゃあ戦争っていうのはどんなに怖いものかと、ね、もうそういうところを突き詰めていれば、裸足の弦は今とあって時代遅れではないし、今の時代に合ってるんじゃないかなと思います。そして美佐代さんは今でも弦の伝言を伝え続けています。根底にあるのは今も刑事さんへの思いでした。ありがとうしかないじゃない、ね、よく書き残してくれたなと。まあ、書くときは辛かったけどね、